さて選手たちがピッチへと入ってきます。向かって一人、今日は黒のユニフォーム松本、そして右が白のユニフォーム愛媛です。2021明治安田生命 J2 リーグ第26節、松本山雅 FC 対愛媛 FC の一戦、まもなくキックオフです。今日は漆黒のユニフォーム、富山が入れていった優しいボールをファー、こぼれていって岡本を収めています。仕掛ける、中に入れたボールは佐藤、正面かわして佐藤、ディフェンス守った茂木、その前このこぼれ球のところ佐藤ね、逆サイド狙うふりして切り返してうまかったですけどね。うーん、よっ、さて鈴木、さあ前が開けたか、鈴木、鈴木、坂野、ここは岡本、150試合を達成の坂野、いや決定的ですね。まあ降格圏、それからその残留争いというところから出したい松本、愛媛はこのゲーム勝てば降格圏を脱する可能性も高い上の結果によってはあります。鈴木、下川、短いボールで進入、富山枠わずか、最後鈴木邦友、さあ入ってきて鈴木もずっとランニング、まあ見事な崩しでしたよね、最後のとこ、ここ決めるだけでしたね。まあ、逆サイド、アウトサイドで狙いましたね、鈴木邦友、落ちませんね、しっかり動けてますよね足。さあ細かいところが通って藤本運んでいく、藤本外からシュート、川村ら先制は愛媛、74分1対0。ここね、藤本のとこ前向いたところでね、仕掛けましたよね、思い切って、で人がこう寄ってきたところ、真ん中入ってきた川村でしたね。まあ、ダイレクトで本当にこう置きに行く、合わせるような見事なゴールでしたよね。まあ、前節かなり決定機あった中で決めきれなかった、山口が手を挙げる、巻いていってこぼれたところ、セルジーニョこの山口のキック、まず良かったですしね、はい、危ないところ来てますよね、まあ、セルジーニョはかなりこれ来たっていうね。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。